どうも、つつみです。はい、というわけで今日は鹿児島にやってまいりました。で、また鹿児島といえば私の地元なんですけども、今日はね、まあ、家族と、まあ、霧島神宮、坂本龍馬が初めて新婚旅行したとされる場所に行ってきたりして、まあ、その帰りにちょっとご飯を食べていきたいと思いますけど、今回ね、道の駅ってなんかやっぱりちっちゃい頃以来行ってないから、どうしてもここのラーメン食べたいなと思ってやってきました。それでは早速全部行ってみましょう。でもちょっとこうすくうのが難しくなっちゃうっていう、もう丼にこうかけるっていう方にそう重きをかけすぎてるような気もちょっとしますけど、まあグッドアイデアってことで。はい、食べてきました。あ、なんていうかね、懐かしい味、やっぱあの麺のつるっとした感じ、あとシンプルなスープ、あっさりした豚骨で、豚も結構ねたくさん入って食べ応えありました。いやー、なんか小学校の時の剣道の試合の帰りをちょっと思い出しました。まあちょっと個人的な話なんですけども、ただ一個残念なのは全然景色が見えない。何にも見えねえ。それじゃあまた。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してください。 Twitter、Facebook もやってるので